岡山駅に今日は来ました、はい、ということで今日は卒業式です。卒業式で毎年ここにはね、まあ朱入りの嘆願とか分かりますか、ホットドッグ着てる人がよく来るらしいんですけど、今日はねどんな感じなのかっていうのがちょっと気になってね来たんですけど、そういういかがわしい服は禁止という指令が出たんで、まあ、法律というかねそういう指令が出たんで、まあ、来たんですけど、逆に撮影とかヤジ馬に近いような人が、まあ、もちろん警察の方も多いんですけど、まあ10月ぐらいに来たあのハロウィンはめちゃめちゃ人いたんですよ。いないですね、ちょっとね。いないんですよね。でも、まあ、来るとき見たんですけど、はいはいはい、この近くにもね、カラオケとか、そういう駐車、大きい駐車場スペースがあるんですよ。はいはいはい、そういうところに集まったんですよ。さっきのどこは言わないですけど、はい、大きいね、ドームがあるんですよ。はいはい、まあ、何個この辺もありますけど、はい、そこの駐車場で、かなり集まってたんですよ。はい、でも、多分僕らが行ったら多分絶対ボコボコに。なんか、ボンタンで。平和な岡山には変わりないんですけど、そうね、こうやってみんな回ってくださいね。ヤンキーらしきものはいないですね。ちゃんと立った。まあ岡山の治安が保たれとるということで、はい、それを期待した人とか、まあ、おると思うんですけど、はい、まあ、これが今の岡山の現状だということで、なるほど、ご理解いただけたでしょうか。大体ね、岡山はヤンキーの街とか言われるんですけど、はい、徐々にね、多分変わってきてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。グッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。